歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして青木先生です。よろしくお願いします。今日からまた新しい、はい、まあ、章に入るということで、はい、まあ今政治見てみたら、うん、もう本当に大変な時代になっちゃったねっていう、うん、まあいわゆる平たく言うと自民党の裏金事件から始まって、うん、何なんだこれ、うん、国民の負担率はもう本当に 47% にもかかわらず、パーティー券売ってノルマ達成した分は、キックバックしてそれ記載してなかったっていう、ね、しかももうそれはね、あの3000万円ぐらいでこうライン切って逮捕される人と、うん、そこまで行ってなかった人は、まあなんとなくお咎めなしみたいな、うん、で、これ脱税になるんじゃないのとか、うん、もういろいろ話が出てて、で、なんか火の玉になって私が先頭に立ってやりますっていうふうに言ってた割には、それ火の玉になってないんじゃないのって一説によると自分自身が火だるまになっちゃってるっていう。いや、でちょっとね、うん、あの、まあ、昔の政治家ってどんな人だったかっていうのをちょっと紐解いていこうと、うん、そうですね、まああの、まあ、とにかく今の政治状況を見てて情けないと。でもちろんその政治家も情けないし、その政治家を選ばざるを得ないね、はい、選んでしまって我々国民もある意味まあ情けないといえば情けないんだけど、うんうんうん、でそういう時にじゃあ昔の政治家はね、おっしゃったようにどういう状況だったのか、はい、うん、なんかやっぱり違うものを感じるんですよ。まあ言っても、うん、第二次世界大戦で、うん、まあまあ太平洋戦争で、負けて、うん、もう日本どうなるっていうところからわーっとこうね、うん、やっぱ日本を作ってきた人たち、うん、でまあある種そのバブルとはいえ、うん、日本が経済大国まで上り詰めて、まあ、この前ね GDP が結局もう4位に転落しましたよ、うん、でも80年代半ばはあんだけね、あの日本の企業が世界の企業のトップ10の中に何社入ってましたかっていうところまで、まあ、築き上げたっていうことを考えたらですね、すごいことですよね。でまあこのチャンネルでもね、はい、まあ、その戦後の日本の、まあ、基本的な政治経済構造、はい、それを作ってきた一人として、はい、まあ、これ2年前ですけども、ええ、福田赳夫さんという人を取り上げたんです、ね、はいはい、でこの福田赳夫さんの、まあ、最大のライバルと言っていいのが、うん、今回シリーズでお話しする田中角栄さんなんですよね。まあちょっととやっぱ田中角栄さんのことについて、まあいいとか悪いとかじゃなくって、そうそう、うん、この人がどういう思いで最小に上り詰めて、うん、で日本をこうなんていうか、うん、切り盛りしてきたかっていうところですよね。これはよくね、あの、まあ、カメラが回ってないところで中島さんとよくお話しするんだけど、はいはい、今の政治家と、まあ、その角栄さんにしても福田さんにしてもいわゆる昔の政治家何が一番違うかねって。でその一番違うところは国家観があるかどうか、そう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 、日本をどういう国にしていきたいかっていう、もう一番大きなところですよ、うん、こんな国に日本をするんだっていう、うん、その結末があって、うん、だったらこうしていかなきゃいけない、うん、こうしていかなきゃいけない、こうしていかなきゃいけないっていう、うん、今の政治見てると、あ、ここがあれだから絆創膏貼って、うん、あ、ここがちょっとこうだから絆創膏貼って、それだと、うん、ちょっと国民に分かりにくいと思うんですよ。そうそう、頑張りようも俺たちもあんまないっていうか、うん、で結局その、まあ、2年前にお話した福田さんにしても、はい、田中角栄さんにしてもね、彼らにとっての政治っていうのは、はい、手段なんですね。おっしゃったようにどういう国づくりをするのか、どういう国づくりをして国民の皆さんに幸せになってほしいのか、そのための手段として彼らは政治をやって、で政治家になったわけですよ。ところがまあ、大変失礼だけども今の政治家の皆さんって政治家に当選した段階でね、なんか上がりっていうね、そんな気がしてしょうがないですよね。あのよく言われることですけれども、うん、まあこれはね、まあ、ご自身たちがどう思ってらっしゃるかは分かりませんが、うん、あの政治家になること、それから政治家であり続けることが一番の仕事になっちゃってるっていうふうに
評価する人がまあ多いんですよね。いやだってそうしか見えないっていう、うん、いやそうしか見えないっていうことはまあその人たちの仕事がそうなっちゃってるんでしょう、うん、でそういう中でその先言ったように、はい、まあ、角栄さんと福田昭夫さんというのは、はい、まあ、ある意味同じ自民党の政治家でありながらね、別々の方法で全く違う方法でその国家観を提案して、うん、国民の幸せをまあ彼らなりに実現しようとしていったと、うん、で非常にあの、まあ、こういう言い方すると不謹慎かもしれないけど勉強しててね面白かったですやっぱり。ああそうですか、うん、まあ、今回ね田中角栄さんやるっていうので、うん、先生もかなりまた読み込んで、はい、この、まあ、収益っていうのはほとんどないんですけどその収益以上分の本を買ってらっしゃるので、いやもう本を買って勉強するのはまあしょうがないです僕らも先生のもう本当あの趣味みたいなものですよね、まあ、そうですね、はい、ということで、まあ、一応その角栄さんの、まあ、人生を振り返りながら、ね、はい、で彼がやってきた政策、うん、あるいはやれなかったこと、はい、そういったことをですね、まあ、ちょっと皆さんと考えていきたい、はい、まずあの、まあ、有名な話ですけどお生まれは新潟県ですね、はい、新潟県の、まあ、当時の地名でいうと刈羽郡二田村酒田現在 の、 あの原発があるあの柏崎市、うん、でお生まれになったのが1918年だから第一次世界大戦が終わった年ですね。ああそうですね、はい、1918年5月4日、うん、元号でいうと大正7年で、お父さんはね牛や馬 の、 その商人、牛馬商人、昔あの馬喰という言葉がありましたよね、あの家畜を売買するって。あただねかなりこう博打打ち的な性格があったみたいで、へ例えばあの、ね、あの確実に儲けになる牛や馬の売買をするっていうんじゃなくて、例えば今から日本は牛乳が必要になると、うん、ちゅんでオランダからね当時日本になかった乳牛を買い付ける、はい、ただ乳牛1頭めちゃくちゃ高くて、はい、家1軒ぐらいしたらしいんですよ。それを借金して3頭オランダから持ってこいでした、はい、とかそのうちの2頭が、はい、あまりの長旅で死んじゃうとかね。あらだからそういうお父さんの、まあ、その姿勢もあって、はい、お家は常に貧乏だったと、なおかつ貧乏子だくさんで、角栄さんを含めてね8人兄弟で6人が女性で、はい、角栄さんともう1人お兄さんおられたんだけども、うん、お兄さんなんか生まれてすぐ亡くなられたらしいんですよ。だから7人兄弟の中で角栄さんだけがあの 男の子だったということらしいんですね、はい、で、ちなみにね1918年同い年の生まれが中曽根康弘さん。あ、そ同い年ですか。ただ中曽根さんはもう角栄さんと全然違うね、はい、群馬のね高崎市の、はい、もう大金持ちの材木商の、まあ、息子さんで、はい、まあこれもちょっとねこういうことすると中曽根さん怒るかもしれないけど、何不自由なく青春を謳歌し勉強も一生懸命やって、まあ一高東大と、うん、あそうですね、でまあエリートコースを歩んだ人だった、はい、まあ、そういう意味でも、まあ、中曽根さんと角栄さんも非常にこうなんていうかな対照的な人生というか。ただ僕からすると、うん、まあ僕が一番最初に、うん、あの総理大臣で覚えたのが、うん、角栄さんだった。そうですよね、まあかなっていう。で、あのそれが小学校2年生とか3年生ぐらいなんですよ。だってあの賀来さんが総理大臣だったの1972年でしょ、はあ、54歳ですよ。だからもうね、今何歳だっけ。今あの58です。だから考えたら若いですよね。いやなので、うん、いやそりゃみずみずしいで、うん、その後、まあ、あの権力を失って、うんうん、で80年代半ばに中曽根さんが総理大臣になるんで、うん、僕のイメージとしては中曽根さんの方がもう随分と若いっていうイメージだったんですよね、うんうん、実は同い年なんですね。へで、まあ、さっき言ったように、まあ、うち貧乏だったんで、はい、学歴は、まあまあ、いわゆる義務教育だけと。で一応でいつも小卒って言ってましたね。あそうそう、一応正確に言うとね、地区の二田尋常小学校に入学して、はい、高等科2年だから高等小学校は一応行ってるんですよ。あ、まあ、高等小学校で言うと今の我々の感覚で言うと中学校1、2年生、ね、はいはいはい。で本人は勉強したかったらしいんですよ。あのちなみに成績やっぱり良かったと。でこれはもうあの間違いない、もう事実で。そりゃもうこの人の頭の中はコンピューター。コンピューターではで特に一番得意だったのが算数って。そうですか。で国語も すごく好きで、はい、文学少年だったと。ああ、うん、まあ言ってることとかやったことを考えたら、うん、相当な頭の良さでしょうね、うん、ただ残念ながら貧乏だったんで、はい、まあ今で言うと14歳で高等小学校を卒業して、
当時あの何ていうかな、大恐慌が世界中に広まってね、日本も不況だったんですよ、はい、で政府がその貧しい農村の人たちを救うちゅんで、まあ、言うなれば公共事業を起こすんですね、うん、でその建設作業の現場、はい、土木建築の作業現場に14歳の田中角少年は行くわけです、はい、でその時の原体験っていうのが、まあ、彼の人生を決定すると。まあそりゃそうですよね。でそこでね2つ学ぶんです。ほう、1つは何か、どれだけそこで頑張っても生活が豊かにならない。なるほど、うん、だから お国はね確かに自分たちに仕事を与えてくれるけども、もうめちゃくちゃやっぱきつかったらしいんですよ。ところがもらう給料はもうほんのスズメの涙。ただそこで一人の、まあ、彼が言う、角栄さんが言う、面白いおじさんに出会ったと。で面白いおじさん、まあ年の頃なら40か50ぐらいですよね。で名前も知らないと。ただそういう人は楽しそうにその土木建築の仕事をしていると。である時聞いたらしいんですよ。なんでそんな楽しくやってんのって。だって俺たちがいないとこの国って出来上がらないんだろうと。俺たち、まあ当時の言葉でドカタって言葉があってね、建築さ、あの土木建築の作業員の人たち、俺たちドカタがいなかったらこの国だって地球だってできないんだぜって、俺たちはある意味地球のデザイナーだぜって言ったって。でそれがなんか強烈にね頭にあって、あ、そういう仕事ってやっぱり面白いんだなと思ったらしいんですよ。なるほど。でこれがあの、まあ、政治家田中角栄プラス土建業界の一員である田中角栄の、はいはい、まあ、一つの原点になっていったということらしいんですね。うん、で彼は、まあ、ある意味家計を支えるためにこの後故郷から東京に行くわけですよ、はい、そこでまたね波乱万丈の人生が待ってると。じゃあそれは次にしましょうかね。そうですね。